んばんは。ここは松山観光港です。これから松山小倉フェリーに乗って小倉港に向かいます。
小倉港に到着しました。7時頃まで船内休憩できるので船内休憩します。一旦漁船が終わるとタラップが外されます。7時になりました。それでは漁船します。今回は松山小倉フェリーに乗船しました。ご視聴ありがとうございました。